ダンディ・リンモンとテリアは、イギリスのスコットランド原産のテリア犬種の一つである。この犬種名に決まる、以前の名前にはダンディ・リンモンズ・テリア、チャーリーズ・ホープ・テリア、マスタードペッパー・テリアなどがあった。1800年頃、スコットランドとイングランドの国境地帯で農業を営むジェームズ・デビッドという人物が2頭の、 スコッチテリアを購入し、それぞれを毛色にちなんで、マスタードと、ペッパーと名付けて、農場で刺激させたことが、本種の歴史の始まりである。この犬の名の元となったのは、デビッドの知人であるサー・ウォルター・スコットの書いた、小説である、ガイマナリングの主人公の飼っている愛犬である。一説には、デビッドの愛犬がその小説の犬のモデルになったという、話も伝わっているが、こちらは、 デビットの自慢話が語伝されたものであると言われている。1814年にガイマナリングが出版されると、マスタードとペッパーの子孫はその小説の主人公の名前からとって、ダンディディンモントテリアと呼ばれるようになった。主にネズミやアナグマ、ウサギ、カワウソなどを狩るのに使われた。ネズミは発見次第、素早く捕殺した。 その他は追いかけて巣穴などに閉じ込め、自らもその中に入って戦い、引きずり出すのが主流である。ネズミ以外の狩猟は時にセントハウンドと二頭でコンビを組み、本種が生きたまま獲物を穴から引きずり出し、それをセントハウンドに仕留めてもらうという狩猟方法も行うことがあった。近代に入ってからロングヘアードのダックスフントなどが掛け合わされ、 外見と性格により磨きがかかった。本種最大の特徴は頭の上に乗っている綿棒子のヘルメットのような感動である。耳かきの梵天を思わせるような丸くふわふわとした毛であるが、実はこれはトリミングによって作られている。もともと毛が長めの犬種で、特に頭部の毛が長いためこのような独特のトリミングが可能となっている。なお 眉毛や口ひげ、あごひげも長めである。同調速端の犬種で、引き締まった体つきをしている。耳は小さめの垂れ耳、尾は長い垂れ尾で、耳と尾は飾り毛がある。胸部にも飾り毛があり、柔らかい。頭部は体と調和が取れたものが理想で、マズルは短い。目の周りのコートは通常、眼病予防や視界確保のためにカットされる。 コートは、ロングコートで、ウェーブがかっている。体のコートは決まった、長さでトリミングされ、ショートコートと見間違えやすい。毛色は、ソルトペッパーやマスタードで、頭部の感毛は真っ白であることがスタンダードとなっている。体高20から28センチメートル、体重8から11キログラムの小型犬で、性格は活発で人懐っこく遊ぶことが大好きだが、 落ち着きがあり、どちらかというと、テリアキャラクターは薄めである。テリアキャラクターというのは、テリア犬種の7割に見られる気が強く頑固な気質のことであるが、本種はあまり気や頑固さが強すぎない。友好的で様々な人や動物とも仲良く接することができる。しつけの飲み込みと状況判断力は普通である。いつも走り回ることが大好きなため、 必然的に運動量は多くなる。かかりやすい病気は、椎間板ヘルニアや、皮膚炎、関節疾患などがある。なお、同調速端の犬種であるため、抱き方が正しくないことで腰に負担がかかって、椎間板ヘルニアになりやすい。他の同タイプの犬種と同じであるが、抱くときには、片手で胸を、もう片手で腰を抱えて抱くことが大切である。ペットや、 小ドッグとして人気があった。しかし、イギリスで2016年に登録された新生種は91匹で英国原産種でありながら絶滅も危惧される状況となっている。日本ではあまりメジャーな犬種ではないが、国内でブリーディングが行われていて毎年子犬が生まれている。愛すべき英国原産種の犬に絶滅の危機 アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3122393ピッドイコールレーページイコールに2017年3月24日閲覧ありがとうございます